います。栃木、栃プロライブ頑張りたいと思います。いや緊張しますね、一人だとね。それをよくレオ様、全く何も知らないまま一人で一番最初来ましたねいや、本当そうっすよ。すごいですね、何も知らないまま乗り切ったレオ様はすごいっすね。すごいっすね、スンと乗り切ってましたねあの人はすごいっすね。栃木プロレスライブ、さあ始まりました。この番組がお送りいたします。栃木8番目のプロスポーツ団体、栃木プロレスの情報を余すことなくお届けいたします。さあ本日のパーソナリティは、はい、皆さんこんばんは、栃木プロレスライセンスナンバー1番、北村翔輝です。アトラチ、よろしくお願いします。アトラチ、はい、滝沢です。お願いいたします。はい、お願いします。ちゃんと写真も可愛い、北村へ僕とポケカバトルしようぜ可愛い、可愛いですね。夏休みの宿題で出された一行日記のほとんどが栃木プロレスで埋まりましたいや、いいことですよ。最高だね、ありがたい。やっぱ応援してくれてる人がいるっていうのが大きいですよね、はい、いや本当そうです。本当に皆様の応援があってこその栃木プロレスだったり、プロレスラーでもありますので、ね、栃木へお帰りなさい。今年も夏が近づいてますね。今年、うん、あ、ごめんなさい、今年も夏が終わりに近づいてますね。そうですよね、びっくりした。はい、今年の夏は夏らしいことはあまりできてませんでしたが、うん、過去一楽しい夏になりました、うん、残り少ない8月は思う存分夏らしいことをしたいと思います、うん、最後に北村さんに大喜利です。こんなプロレスラーは嫌だ、どんなプロレスラー、こんなプロレスラーは嫌だ、どんなプロレスラー、高いところが怖くて飛べない伊坂怜央です2つを持ってこうやって通ろうとも通れなくて、こうやってあっち行ったりこっち行ったりして、レオ様がツイッターとかでこうやってお客さんが上げてくれて、はいはい、でそういうの見るとめっちゃ面白いなと思って、かわいいのと思って見てて、なんか最近ハマってる食べ物とかあるんですか。最近よく食べてるなとか。それがその中の一つがまあモロにもなるんですよ。そっかそっか、最近で今回帰省して、うん、うわいいなと思ったご飯とか食べ物があって、うん、多分渋いですよ。あの、みょうが、みょうが、みょうが年取ったな好みがこう親父に近づいてってるのって、そうですね、あの、うん、それよく言われますよ。あの、うん、この間も言われて、本当まだ仲いいなみたいな感じで親に言われた時も、本当にあの、なんか兄弟大人になっても仲悪い人っているじゃないですか、うんうんうん、そういうの考えたらめんどくせえって言って、まあ、男の子の方がなんかそういうなんかこう口聞かないとか、あ、はい、そうなってくるからこそっていうのもありますけどね。でもばあちゃんがその昔言ってたんですよ、うん、兄弟は大人になってから助け合いとかしなきゃいけないんだから長めにしとけみたいなこと言われてたんで、まさにそうですよ。いや絶対そうなんですよ、ね、本当に、うん、仲良く一生懸命プロレス見に来いってたら見に来るじゃないですか今まで見に来てるんですか。何回か見に来てます。デビュー戦とか見に来てくれたし、はい、よく兄ちゃんがよく来ますね。あ、3人兄弟、3人です。うん、滝沢さんこんばんは。こんばんは、北村北村ちょっといいっすね、はい、北村お帰りなさいませ。はい、ただいまってことではい、我が家の小学生も夏休みの一行日記はプロレス埋まっております。その数7回、すごいですね、うん、夏休み新聞にもオリスク 3days、 あ、先日もやつですかね、うんうんうん、はい、はい、ことを書いており、さながらちびっこ広報です。あ、すごい。さて、夏の祭りの思い出といえばやはり今年の火祭りです。後楽園ホールで、松永選手の優勝が見られて最高でした。北村の展開値も期待していますので、やっぱ北村なんですね。もうなんかあの、はい、あれですね、それがもうあだ名です。もうあだ名なんですか。もうあだ名なんですか。あだ名です。もうあだ名なんですか。あだ名です。もう、はい、別に呼び捨てじゃないですかね。違います。あだ名です。あだ名です。北村さんはファンの皆様に言われて印象的だった一言はありますか。なんだろう。ね、まあ、なんですかね、うん。言われて嬉しかったこと。うん、そうですね、初めて自分がデビューしてすぐに、はい、うん、地元で試合やった時に、うんうん、
か普通にあのそのポスター大会ポスターをこう配ってて、あの、まあ、張りにこう回るじゃないですか。でもまあ20枚ぐらい余っちゃって、はい、でこれ配っていいですかって配ったんですよ。で配っててサインこう書いてたら、あのまあ普通の言葉ですけど、ありがとうって言われて、あ頑張ってねとか、なんかそういった言葉をこう地元の人にデビューするにしてすぐとかに、うん、あの言われて、で地元で試合をするっていうのはやっぱ一個の目標であって夢でもあったんで、だんだんこう湧き上がってきて、サイン会1回1位ストップするぐらい泣いちゃったんです。その時ですか。はい、すごい、はい、やっぱりそういう当たり前のことだけれども嬉しいですよね、きっと ね、 そうですね、一番心に残るのかな。プロレス教室でも言ってるんですけど、やっぱこう、はい、感謝の気持ちを伝えるっていうのは、うんうん、まあ、ありがとうっていうのはあの本当に簡単なようで難しいみたいな、恥ずかしくて言えなかったりだとか、うんうん、まあ、そういうのもあって、そのありがとうって言葉ってめちゃめちゃ強い力を持ってんだなっていうのをこうプロレスをやってからいろいろ気づかされるんですよ、いろんなことを、うんうんうん、ちびっこの皆さんからもこう教わることだっていっぱいありますし、うんうんうん、やっぱこうやってファンの方のこういうメッセージを読んでても、うんうん、あ、こういうとこ見るんだみたいな、こういうの気になるんだみたいな。どうでしたか一人で。いやあ、あっという間でしたでもね。楽しかったですね。いや次回も一人で来ようかなっていうぐらいちょっと楽しかったですね。伸び伸びできるんで、やっぱ。なるほどね。こう地元なまりが出ないように頑張ったので、うん、出なかった、すごかったから聞いたら何言ってるか分かんないのだったので、はい、今日出なかったですよ。はい、はい、ありがとうございました、はい、さあ本日のパーソナリティは、はい、栃木プロレスライセンスナンバー1番北村翔輝でした。ありがとうございました。栃木8番目のプロスポーツ団体栃木プロレスの情報をしっかりとお届けいたしました。宮田市からは滝沢でございました。それでは最後番組タイトルをお願いします。はい、栃木プロレスライブ、また次回お待ちしてます、はい、ありがとうございました。よし、ラスト一踏ん張り。皆様、はい、今日もやっちゃいますか。やっちゃいますか。岩手行ってたんですね。岩手行ってましたよ。初インターパークスマジっすか、はい、お疲れ様でした。じゃあ最近 Vlog 撮ってますね。頑張ってますよ。俺も頑張ります。
頑張ってる。YouTube、はい、サボりまくってるんで。今のところ自分今登録者数が200人なって、はい、くれなったんで、はい、ね、あと800人、ちょっと1000人目指して。そうですね。トチプロの YouTube が先か北村の YouTube が先かどっちかあれですけど。確かに。じゃあとりあえず明日からの連戦頑張ります。まあ明後日レオ様と一緒に試合するんでね。タッグですね。タッグで。頑張りましょう。お願いします。じゃあお疲れでした。でした。じゃあお土産食べてくださいね。お疲れでした。